メリークリスマス。どうもヨウムです。皆様、クリスマスはいかがお過ごしでしょうか。クリスマスはもう終わりましたが。なぜ私は孤独にゲームなんてしてるのでしょうか。年末ぼっちで草。はい、泣いた、もう無理リスカシよ。黙って実家に帰れよ。っていうかこれは何をしてるんだ。前回クソったれのエンドラに奈落に突き落とされて、文字通り全てを失ったので、拠点地下のダンジョンから余りの装備を回収しようかと。なるほど。それで、今回は何するんだ。何も考えてないです。とりあえず必要最低限の装備を整えてから、適当に考えますわ。いい加減そのローテンションどうにかしろ。はい、装備を最低限集めて一晩経過しました。じゃあ行くわ。おう、ヒッポグリフ。ネタがのこのこと現れやがった。その言い方は良くないと思います。こいつってどうすれば懐くんだ？事前に調べとけよ。よし、じゃあ起乗するのは次回にして、とりあえずここに縛り付けておくか。懐いてないのに近づいて大丈夫か？よし、リードつけれた。殴られてますが。あんま痛くないし大丈夫。死者捕獲成功。一応デスポーンしないように名前もつけたら？丸よりの丸。何語だそれは。そうと決まればすぐ名付けするぞ。君はそこでおとなしく待っていたまえよ。いて。やめろご主人様になんてことを。よし、今日からお前の名前は玉だ。なんで猫みたいな名前つけたんだ。かわいそうだろ。いやいや霊夢さんよ。本当はフライドチキンとかにしたかったんだぞ。クリスマスだし。もう年末です。よし、これは今回のサムネ候補ということで。後ろから噛みつかれればいいのに。そんなことしようもんなら焼き鳥にして食ってやる。こんなろくでなしに捕まってかわいそうに。オラオラどうした。やれるもんならやってみろよこの手羽先野郎。身動き取れない相手に生きててくさ。っていうか懐いてなくても仮にもペットだろ。もう少し優しく接してやれよ。ちゃんと上下関係というものを分からせないと。全身防具にでかい盾でガチガチのくせに。ヒッポグリフのこと少し調べたんだけど、ウサギの足を与えることで懐くみたいだから、まだ見ぬ世界の探索を兼ねて、のウサギ狩りをしようと思います。狩るより連れて帰って繁殖させた方が。それは撮影後に思いました。でも大丈夫安心しろ。数時間彷徨って一匹も見つけれないから。ネタバレはよせ。だからさっきも言ったじゃないか。起乗するのは次回だって。知らんがな。やっと見つけたぞ。ウサギか？だからウサギは今回見つけれないって言ってるだろ。ドラゴンの巣だよ。そんなものあったか？ほらここに。マジか。しかも赤いドラゴン寝てるじゃんか。近づいて大丈夫なのか？さすがにドラゴンの力は未知数で怖いから、この横の塔を侵略してドラゴン監視塔にするぞ。なるほど。ここでいろいろ準備して討伐するんだな。ドラゴンってブロック破壊してこないよね。確かにこんな石造りの建物じゃすぐ壊されそうだ。もしブロック破壊できるなら塔ごと一瞬でおだぶつだ。設定とかでそういうのいじれそう。相手コンフィグは一切いじってないです。決してめんどくさいとか、そういうのじゃないです。めんどくさかったんですね、わかります。待てこいつどこから出てきやがった。レックスのスポナーなんてなかったぞ。これはかなりまずいな。これはドラゴン以前のお話かもしれない。くそ、室内のせいで身動き。何ガン飛ばしてんだ、この野郎。ということでドラゴンの別個体を発見しました。どういうことだってばよ。なんか火吹いて暴れ回ってるけどどうしたんだろ。戦場カメラマンヨウム、この命を懸けていざまいる。そういやさっきのアイテムは回収したのか？さっきの塔かなり遠いからロストしないっしょ、と思い放置してます。あのアイテム消えたらダイヤ装備一つもなくなるぞ。てかちょい待ち、あいつこっち来てない？いやいや、さすがに結構距離あるし大丈夫だろ。前の木が邪魔で全然見えない。うわぁ。おいおいマジかよ。これは死ぬやつだ。いいからさっさと逃げろ。助けてやる鳥になる。お前鳥じゃないだろ。確かに。ということで放置してたアイテムを回収しに来ました。ロストしてなくてよかったね。前回ですでに最強装備紛失してるし、今さらこんな装備なくなってもどうってことないんだけどね。前回の全ロスがきつすぎて感覚狂ってやがる。ということでこの塔もサクッと攻略しちゃうぞ。屋上まで来ました。金がザックザク、大金持ちやがはは。今のところ使い道ないだろ。まあもらえるものはもらっとけ精神よ。一応全部回収していきます。これでドラゴン監視塔として使えるな。弓用意して次回倒すぞ。ドラゴンも遠距離攻撃あるしそんな簡単にいくかね。火炎耐性とか爆発耐性つけてくればなんとかなるっしょ。そんな甘い考えだから全ロスするんだと思います。泣いた。さ
ウサギも見つからないし、ドラゴンも強すぎて今は倒せないので、とりあえず馬を手なずけようと思います。お、すんなり懐いてくれたね。いや、7割くらいカットしてます。相当嫌われててくさ。ああ、この個体話にならないわ。個体言うな。足遅いしジャンプも低いし、ほとんど徒歩と変わらん死刑。さすがに死刑はかわいそう。いや、無理こいつには言ってもらう。理不尽すぎわロタ。よし、君はどんな性能だい？私に君の力を見せておくれ。低スペックなら問答無用で処刑だが果たして。足は遅いけどジャンプ力あるから許そう。命拾いしたな馬刺しくん。ペットを食い物としか思ってないようですこの人。いや、もはや人ですらないかもしれません。公式の設定では半分幽霊です。やはり血未亡霊の類でしたか。ただの悪口じゃねえか。え、ピンクの羊？マジか、野生のピンク羊初めて見た。私も初めて見た。調べてみたらピンクの羊のスポーン率が、大人のピンク羊は全体の 0.1558%、子供が 0.0082% らしい。その運を別のことに使えるといいんだけどな。ちなみに宝くじの1等が当たる確率は1000万分の1らしい。せめてパーセントで言えよ比較できねえじゃん。Google 先生の回答に文句をつける気か？お前、消されるぞ。大変申し訳ございませんでした。さて、年末にいいものも見れたということで、もう用済みだ。さすがにひどすぎるだろ。なんだこの建造物は。ああ、これは、なんだったかな。わからないんかい。いや、多分メデューサみたいなやつがいると思う。一旦馬を待機させて入ってみるか。お邪魔しますよっと。なんだ、なんもなさそうだな。ん、なんかレバーみたいなのあるね。どっかに隠し階段とかありそうだな。とりあえず適当にやっとけば開くだろ。まだ開いてないみたい。めんどくさいギミック用意しやがって。お、今回は手応えありだ。よし、階段出てきたな。ワクワクドキドキ。まるまるもりもり。うわぁ、行きたくねえ。今回死んでばっかだしな。慎重に行くぞ。あれは石像かな。襲ってこないしオブジェかなんかだとは思うけど、警戒するに越したことはない。っていうか敵いなくない。確かに、下まで降りてみようかな。手の横かよ。これは非常にまずい。なんか目が合った瞬間に豹変してた気が。とりあえず黒曜石で道塞ぐか。何してんだ早くしろ。うわ、あんなやつ一体どう戦えばいいんだ。少しサイトを見てみたんだけど、あいつはゴルゴンっていう名前の敵モブで、目が合うと石化の呪いをかけてくるらしい。カボチャとか被って戦うしかないな。なるほど、エンダーマンの上位互換ってことか。目を合わせちゃいけないこと以外接点が見当たらないんですが。とりあえずアイテムだけ回収しに来たんだけど、腹が減って走れません。食料くらい持ってきなさいよ。っていうかわざわざ説明してやったのに、なんでカボチャつけてないんだ。回収するだけなら大丈夫かなって、思っていた時期が私にもありました。これはまたロストコースか？このアイテム立ち下ろすとしたらもう失踪します。